ジェリー・スティラーはアメリカ合衆国の俳優、コメディアンである。1927年、ニューヨーク市に4人兄弟の一人として生まれる。父親はバスの運転手だった。高校卒業後はシラキューズ大学で演劇を学ぶ。大学卒業後の1953年、シェイクスピアの舞台でブロードウェイデビュー。女優アンメーラと出会い、1954年に結婚。 その後アントのコンビで、スティラーメーラというコメディショーへ出演して、人気を博し、1960年代から1970年代は、数多くのテレビ番組に出演、夫婦で人気者となる。1986年には、ザ・スティルゲルメーラショーというシットコムも制作された。二人の間に生まれたベン・スティラーとエイミー・スティラーはいずれも俳優、女優として、 小ビジネスで活躍している。ジョン・ウォーターズが1988年に脚本、監督を務めたヘアスプレーでは主人公の父親を演じたが2007年に制作されたリメイク版にも洋品店の主人役で出演した。その功績が称えられ2007年2月にはロサンゼルスのハリウッド通りにあるハリウッドウォークオブフェームに妻と共にその名前が刻まれた。 ありがとうございます。